今年は1をちゃんと考えてしっかりと当てていきたいなと思っております。はい、こんにちは、116インズです。当チャンネルでは今年も開幕前に順位予想を行いました。昨年の順位予想はそれはそれはもうひどいもので、順位を的中できたのは30球団中わずかに8チーム、割合にして 27% と、打率だとしてもちょっといいとは言えないくらいの水準でしたので、今年は絶対当てると宣言して真剣に予想をしました。でシーズン終わった後に予想がどれくらい当たったかは当然見るとして、シーズン途中にも1回順位予想の進捗といいますか、どの程度当たりそうかを見るような動画をやりたかったので、今回は順位予想と現在の順位を確認していこうかなと思っております。はい、まずはAL東地区ですね。私の予想はこちらの通りで、優勝はレイズ、2位が大補強のブルージェイズ、3位がヤンキース、レッドソックス、オリオールズとしました。この地区は前評判はヤンキースかブルージェイズかという感じでしたが、さすがに昨年リーグ最高勝率を残したレイズを甘く見てはダメだろうということで、個人的にレイズを優勝予想としました。でブルージェイズはスプリンガーの補強などもありましたし、躍進に期待を込めての2位、ヤンキースは投手陣の故障リスクが怖かったので3位としましたね。でじゃあ現状どうなのか、こちらです。現状当たっているのはレイズとオリオールズのみ。レイズは前評判がそこまで良くなかった中で予想が今のところ当たっているので、これはいい予想だったかなと我ながら思っていますが、しかしヤンキースが予想以上に頑張っている。予想通り投手陣に怪我人も出たりしましたが、トレードデッドラインの補強を経て一気にブーストがかかった印象ですね。そしてサプライズはやっぱりレッドソックスでしょうね。最近かなり調子を落とし気味ではあるんですけれども、シーズン序盤は首位に立っていたこともありましたし、思った以上に今年伸びてきました。ただブルージェイズもデッドラインで補強に出て強化されましたので、東地区に関しては上位4球団まだまだ順位の入れ替わりはあるのかなと思っているところです。続いてはAL中地区。開幕前はホワイトソックスとツインズの優勝争いになると考え、でダークホースとしてロイヤルズを3位に入れてみました。ベテランの補強もそれなりに行ったので面白いかなと思った次第ですね。インディアンスはさすがにリンドアの放出などもあってちょっと厳しい印象。タイガースもまだまだ再建期ということで最下位と予想しました。まあ無難にホワイトソックスとツインズが上位争いをするんじゃないかなと考えていましたね。そして現状がこれです。ツインズどこ行った？というか2位以下が何も当たってない。現状完全にホワイトソックスの独走状態ですね。2位と10ゲーム差以上開いていますので、よほどのことがない限り地区優勝は固そうです。で2位以下も見ていきますが、インディアンスは2位ではあるんですけれども、現状負け越し、得点力不足の打線に加え、自慢の先発陣に怪我人が出たりしたのがかなりチームを苦しめた印象です。でタイガースが思ったよりも強いんですよね。まだまだ再建中のチームですが、若手の成長が思いのほか早く、このゲーム差だったら地区2位フィニッシュも全然ありそう。で優勝争いすると思ったツインズまさかの4位、序盤にかなりつまずいてしまった結果が今につながっていますが、ここまでひどいことになるとは。そしてダークホース枠ロイヤルズ最下位、序盤は結構いい感じだったんですけれども、5月の11連敗であっという間に崩れ去りました。この地区はホワイトソックス以外の順位がゲーム差からしてちょっと当たりそうにないのが悲しい限りです。続いてはAL西地区。この地区は開幕前の時点でズバ抜けたチームがいない印象でしたので、一番展開が読めない地区かなと考えていました。その中で昨年優勝したアスレチックスがやや有利と考え1位、2位マリナーズは超希望的観測、アストロズはスプリンガーの穴が痛いかなと考えて3位としました。エンゼルスについてはこの投手陣でさすがに上位進出は厳しい印象でしたが、打線自体は豪華なメンバーを揃えていましたので、投手陣のマイナスをカバーできればまあ面白いかなというふうに考えていました。で現状がこれですね。アストロズ普通に強すぎ、スプリンガーの穴が本当にあったのかと疑うくらいの強力打線で、攻撃面に関しては MLB ナンバーワン、ちょっと舐めてました。アスレチックスが追いかけている現状ですが、直接対決はアストロズが大きく勝ち越していますので、今のところアストロズが有利かなという印象です。ただアスレチックスもデッドラインでスターリング・マルテなどしっかり補強を行ってきましたので、まだまだチャンスはあると考えています。エースのクリス・バシットが打球直撃でおそらく今季戻れないのと、ラモン・ラウリアーノが薬物使用で出場停止となってしまったのは相当な痛手ですが、踏ん張ることができるでしょうか。そして3位マリナーズは予想外にまだプレーオフ争いに食らいついています。
打線は MLB ワーストに近い貧弱ぶりですが、投手陣の頑張りだけでどうにかこの位置に留まれていますね。マリナーズに関しては戦力面でポジティブなことは多くはないため、あとは若手選手たちの勢いなど目に見えない部分でどうにかプレーオフ争いに残りたいところ。4位エンゼルス、最下位レンジャーズは今のところ予想通り。エンゼルスは投手陣がやはり厳しかったのと、マイク・トラウトの長期離脱がめちゃくちゃ響いてますね。トラウトの復帰めどが立っていないのも懸念材料です。西地区は今のところ2チーム的中、ただゲーム差的にはまだまだ入れ替わる余地がありそうなので、まあ私が超希望的観測としたマリナーズが2位浮上してくれないかなというところは密かに期待しているところですね。はい、ここからは NL 東地区から順に見ていきますが、メッツとブレーブスどちらが優勝するか迷った結果、大補強で一気に強化された印象のメッツを優勝予想としました。ただブレーブスとの差はさほど大きくはないと考え、終盤まで競った争いになるのかなと考えていました。で、3位以下については全く読めませんでしたので、とりあえず自分が考える戦力順に並べた感じですね。マーリンズは昨年2位に入るというサプライズを見せましたが、さすがにフルシーズンではまだまだ厳しそうという印象くらいはあったんですけれども、ただちょっと3位以下の並びに関しては個人的に自信がありませんでした。そしたら現状こんな感じです。下位2チーム当たっていますが、上位3チームの順番全部外してます。メッツは想像以上に故障者が続出し、その影響がもろに出ていますが、ブレイブスはブレイブスでオズーナが逮捕されたり、アクーニャがシーズン絶望になったりと、こちらも思うようにはいかず、メッツが首位を走っている期間自体は長かったんですが、故障者が出て差を広げることができず、その間に勝率5割のあたりをさまよっていたブレイブス、フィリーズが上がってきて大混戦状態となっています。ブレイブスがここのところ調子がいいのでやや有利な印象は受けますが、フィリーズはこの後のスケジュールが対戦相手の勝率という点で MLB で一番楽ですので、まだまだフィリーズに関しても優勝の可能性はあるんじゃないかと考えています。一方でメッツに関しては、現在リーグ上位2球団と13試合連続で戦っている最中で、スケジュールが少々厳しめなんですね。故障者が一気に戻ってくれば話は変わりそうですが、今のところそういった話題もありませんし、メッツ地区優勝予想の的中は雲行きがかなり怪しくなってきた印象です。続いては中地区。この地区はどのチームもコロナ禍の影響をもろに受けまして、オフシーズン終盤まで目立った補強がほとんどなかった地区ですが、そんな中でカージナルスが唯一ノーラン・アレナド獲得という大きな動きに出ましたので、それを評価して優勝予想としました。ただブルワーズも侮れないかなと思っていましたね。で、カブス、レッズはそれぞれオフにエース格を失いましたので、この穴は想像以上に大きいんじゃないかと感じまして、カブスを3位、レッズを4位予想と今回しました。で、それがどうなったのか、現状これですね。パイレーツ以外全て外してます。ちょっと勘弁して、本当に。ブルワーズがまさかの独走状態、ここまで強いとは思いませんでしたね。バーンズ、ウッドラフ、ペラルタの3本柱を中心とした投手陣の安定感がピカイチで、打線は迫力こそ欠けますが、5月のウィリー・アダメス獲得がかなり効いています。で、2位のレッズもここのところかなり上がってきてますね。ワイルドカードも射程圏内で、ここはボットーとカスティアノスの復活、ウィンカーの大ブレイクなど、打線にかなり明るい話題が多いイメージがありますね。昨年は攻撃面でレッズかなり苦しんだんですけれども、一転して MLB 上位となったのは間違いなく今季大きいでしょう。で、優勝予想のカージナルスは現状3位。オフに連れてきたアレナドは悪くはないんですけれども、攻撃陣は MLB 下位、投手陣もズバ抜けていいわけではなく決め手に欠ける感じですが、ただトレードデッドラインで売り手に回らず先発補強した結果、8月に入って調子が上がってきました。地区優勝はゲーム差からして厳しそうですが、ワイルドカードならまだまだチャンスはあるかなくらいでしょうかね。そしてカブスは上も下も遠い4位、途中までは結構戦えていましたが、6月末の11連敗で完全に終戦し、解体へと舵を切りました。8月に入って12連敗とどんどん沈んでいますので、こちらも予想の3位はちょっと厳しそう。カブスはコンオフ FA となる選手を数多く抱えていましたので、解体する可能性をもう少し予想する際に考慮してもよかったかもしれません。さあ、そして最後は西地区。ここは結構自信がありました。なんせドジャースとパドレスの一騎打ちとなることはみんな考えてましたからね。ただいくらパドレスが大補強したとはいえ、さすがに昨年世界一のチームにサイヤング賞右腕バウアーが加わったので、まあまだドジャース優勢かなと考え、1位ドジャース、2位パドレスとしました。で、3位ジャイアンツ、不気味なチームになってきているなとは感じていましたが、まあ上2球団を追い越すほどではまだないかなと。ダイヤモンドバックス、ロッキーズの並びに関しては、ロッキーズが夏場にストーリーを放出して解体を進めることを考慮し、このような順番としました。そしたら何ですかこれは。いや、みんなドジャースとパドレスの一騎打ちって言ってたじゃん。ジャイアンツ不気味すぎるでしょ。
ドジャースは現在リーグ2位の勝率を誇りますが、そのチームに4ゲーム差をつけるジャイアンツ、シャーザーとトレイターナーを加えたチームに4ゲーム差をつけるジャイアンツ、怖い、怖すぎる。ベテラン選手たちが突如全員全盛期に戻ったかのような活躍を続けていまして、なんとまだ負け越した月がないばかりか、全ての月で勝率が6割以上。意味がわからん。ジャイアンツの好調ぶりに関しては、いつかは落ちる、いつかは落ちると思っていましたが、そんなことをずっと言っていたら8月中旬を迎えてしまいました。ドジャースもバウアーが女性トラブルで戻ってこられなさそうな雰囲気だったり、シーガーやベッツが怪我したりと、いろいろと誤算はありましたが、シャーザーやターナーを獲得するというこの夏一番のトレードを決めましたし、戦力面ではまだまだかなり充実しているはずなんですが、まあこれに関してはドジャースがというよりもジャイアンツがありえないくらい強いと考えるのが正しいんでしょうね。そしてドジャースと一騎打ちするはずだったパドレス、こちらは思いのほか苦しい現状でして、先発陣が強みだったはずなんですが、現状まともに計算できるのがマスグローブのみ。この時期にジェイク・アリエタと契約せざるを得ない展開になるとは思ってもいませんでした。パドレスはワイルドカード争いでもレッズの猛追を受けていまして、結構まずい状況なんじゃないかなと個人的には思いますね。そして下位2球団の予想も外してしまいましたが、ダイヤモンドバックスがめちゃくちゃ負けている。4月は勝ち越したんですけれども、5月と6月合わせて8勝48敗、この2ヶ月だけで借金を40も作り出すという信じられない負けっぷりです。もうこの地区の予想は全てが裏目、当てることができた人がいたら教えてほしいです。ということで、今年こそ当てると言いながらも、現在の的中は8チームのみ、去年と今のところ何も変わってません。シーズン残り1ヶ月半程度ありますが、ゲーム差からして予想の的中がもう難しそうなところもいくつかありますし、もうせめてものの願いとして、これからは去年の的中数は上回ってくれと毎日お祈りをしたいなと思っております。今回は成長をまるで感じない順位予想の現状をお伝えしました。シーズン5をお楽しみに。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。